単身赴任している夫から私に電話があった。関係はすでに冷め切ってしまっている。もしもし、どうだそっちは。3ヶ月間音沙汰がなかったとは思えないほどあっさりとした挨拶。お久しぶりです。電話なんてしてきてどうしたんですか。明日帰る。そこで一つ伝えることがある。俺は明日から椿と暮らすから、俺の城から出てってくれ。傲慢、ここに極まれり。しかし私にとってこれはさほど問題ではなく、むしろ想定内ですらあった。どうした、何とか言ったらどうだ。そうですか。京介は私の反応を楽しみにしていたかのようだった。ところがそれが外れて、やや気をつかれたのだろう。椿が家を痛く気に入ってな。俺も今さらまたローンなんか組みたくないし、お前たちは賃貸でも何でも適当に暮らしてくれ。すると何かを察したのか、鈴がどこからかひょっと顔をのぞかせた。話し相手が誰なのかも分かっているらしい。彼女は突然現れて、大きな声で電話越しの父親にこう言い放った。大丈夫だよ、もう引っ越してるから安心して帰れば。京介は鈴の登場に驚き、しばらくは何も言わなかったが、少しして状況が飲み込めたのか、彼はハハハと不敵に笑った。そうか、下の世話する女も反抗期の娘も出て行ってるってよ。快適に暮らせそうだ。それだけではない。離婚届も出しておきましたので、もう連絡はいりません。それでは。そうして私は電話を切った。鈴は何とも言えない表情をしている。今は別人のようになってしまったが、優しかった実の父親と別れることになったのだから無理もない。それでも悪いことばかりではなかった。いつもすまないね、こんな老骨の世話をさせてしまって。いいえ、いいんですよ、これが私の仕事ですから。私は介護士として勤めて長い。デイケアという名目で自らが担当している地域に住んでいる人の手が必要な高齢者の身の回りのお世話をする、いわゆる訪問介護である。楽な仕事ではない。だがもともと人助けができる仕事がしたいと思っていた私にとっては天職のようなものであった。最近何か変わったこととか困ったことはありませんか。特にないよ。いや、そういえばこの前会社で。身の回りのお世話だけが仕事ではない。例えば彼は昔からずっと長いこと大きな会社を経営してきたやり手である。思考も意識もはっきりとしているから、今でもたまに会社に顔を出しているらしい。ただしどうしても体が言うことを聞かず、現役で仕事ができているわけではないため、そのストレスがたまってしまうとのこと。そういう話を聞くのも私たち介護士の仕事の一環である。そうこうしているうちに時間になってしまったため、その旨を伝えると彼は少し寂しげに笑った。いや、すまないすまない、話しすぎてしまった。いいんですよ、じゃあまた明日来ますから、ゆっくり過ごしてくださいね。ああ、いつもありがとう。明日も待ってるよ。ただいま。お帰りなさい。我が家は決して裕福とは言えないが、一軒家を建て、夫の京介、娘の鈴と共につつましく穏やかに暮らしていたはずだった。ある時を境に、京介は変わってしまったのだ。かつては優しく家庭を大切にしてくれる人だったのだが、仕事ぶりが認められ昇進し、単身赴任が増えていくごとに彼は傲慢さを表し始めた。
いくら会社では偉く仕事ができようとも、ここは家である。彼はそれが区別できていないようだった。その様はまるで今までその牙を隠していたかのようで、その変貌ぶりに恐怖すら覚えるほどだった。最初のうちは機嫌が悪そうに見えただけだったのだが、次第に態度に現れ、最近では暴力こそ振るわないものの、悪態がよく目立つようになっている。矛先は基本的に私である。やれ料理の支度が遅いだの、やれどんくさいだのと、次から次へと文句があふれ出る始末。もちろん初めのうちは心配もした。これだけの悪態が出てくるのだから、よほどストレスが溜まっているんだろうと思い、その辛さに寄り添おうとしてみたものの、どれもあえなく失敗に終わっていた。つまるところ、彼は変わってしまったのではなく、もともとこういう人間だったのだろう。時折仕事でもいわれのない苦言を呈されることがあるが、正直なところ身内からの攻撃の方がよっぽどこたえる。その間を取り持とうとしてくれているのが16歳になる娘すずだった。すずは私の心の拠り所となっている。今日の晩ご飯は鶏の唐揚げの予定だけど、なんか食べたいものでもあるの？ううん、別に気になっただけ。こんな環境でも気丈で明るくまっすぐな子に育ってくれていることが、何よりも喜ばしく感じることだ。そうしてしばらくたあいない話を弾ませていると、京介がいつもより少し早く帰ってきた。しかしいつものごとく帰ってきてもうんともすんとも言わない。だから会話の切り出しは私から行うしかないのだ。おかえりなさい。早かったですね。いつからか敬語を使うようになっていた。それに気づいた時は私自身も驚いたものだ。ああ、おかえり。今日唐揚げだって。それでもすずは変わらず接する。こういう時ばかりはその気丈さに胸が苦しくなった。すると彼はそれに対してとんでもない返事を口にした。下の世話する汚い仕事してんだ。ちゃんと手洗ってから作れよ。なんという侮辱だろうか。あまりの物言いに私は声も出せないまま開いた口が塞がらなかった。しかしそこで切り込んでいくのがすずである。ちょっとなんてこと言うの、最低。普段は仲裁に入るすずも、今回ばかりはさすがに押し黙ってもいられなかったようだ。なんだ、反抗期か。タッチの悪いものだな。重ねてすずにまで悪態をつく始末。好き放題言うだけ言うと彼はどこかへ消えていった。私の心境はひどく入り乱れ、混然一体としていた。結局この日はショックのあまり、その後何も作ることができなかった。そんな出来事があってからしばらく経ったある日のこと、京介はいつも通りの時間に帰ってきたが、いつも通りでないことが起こっていた。お邪魔します。彼と一緒に見ず知らずの女が入ってきたのだ。ちょっとどちら様？話してなかったか。浜中椿、俺の部下だ。今日はここで食事していくから、彼女の分も用意しろ。無論そんな話は聞いていない。彼に聞いていたとして私はそんな申し出は断っただろうが。ごちそうになります。この椿という女は見たところ年は一回りほど若い。私はすぐに察した。今日のこの行為の真意こそわからないが、おそらく二人はそういう仲なのだろう。それならば私やすずに対しての当たりが厳しいのも得心がいく。きっと私たちは彼にとってもはや重荷か何かでしかないのだ。ほら
ボケっとしてないで早く飯を作れ。まったく、どんくさくてかなわないな。今さっきこのことを知ったのに、何をどう急げというのか。だが来てしまった以上は仕方がない。私はしぶしぶ料理をもう一人分多く作ることにした。料理を用意している最中、京介は椿のことをずっと褒めちぎっていた。鈴は早々に自分の部屋にこもってしまったので、誰に向けて言っているかは明白である。椿君は生っ粋のキャリアウーマンでな、仕事もできて容姿も端麗、素晴らしい部下だよ。その次に続く言葉は、どんくさい誰かと違ってな、だろう。そんなことありませんよ、と見えすいた返事。私は何を見せられているのだろうか。ところでどうだ、我が家は新築なんだ。ここまで来てようやく京介が椿を家へと連れてきた目的、その真意が見えてきた。彼は自分が威厳のある家長であることと、自分の持ち家を自慢したかったのだ。すがすがしいほどの浅ましさである。しかしこれが分かったことで、自らの立ち回りもある程度方針が分かった。方針といってもそこまで大層なものではないが、とにかく今は相手にしなければいいのだ。聞きたいことは山ほどあるが、それらは後でゆっくり詰めればいい。素敵なお家ですね、気に入っちゃいました。そう言うと椿はまるでここが自分の家であるかのようにくつろぎ始めた。ソファーに深く腰掛け、ため息をつきながら天井を見上げている。ゴテゴテの化粧と同じく相当に面の皮が厚い。京介はというと、それを咎めるでもなく、その様子を満悦そうに見ていた。それもそのはず、この日の目的はほとんど自分の思い通りに行ったのだから。正直絶句ものだ。すずごめん、ご飯待っててもらっていいかな。私はすずにメッセージを送った。ほどなく返事があった。いいよ。あ、じゃあその代わりお菓子食べてていい？うん、好きなの食べてて。申し訳ないが、すずには食事を待ってもらうことになった。このいびつな空間で食事をさせることと、多少空腹が長引く方を天秤にかけた時、後者の方がずっとマシだと思った。作った料理も大したものではない。ただ肉を炒めて付け合わせの野菜と一緒に出しただけだ。本来の予定では生姜焼きでも作ろうと思っていたのだが、そんな気はまるきり失せた。すると案の定と言うべきか、京介はこれに対して猛烈に噛みついてきた。なんだこれは、もっとまともな飯作れないのか。だって急にお客さん連れてきたものですから、材料が足りなくて。お客さんも申し訳ないけれど、これで我慢してくださる？椿は何も言わずに、ただ困惑の眼差しで京介を見つめている。そこにどのような感情が宿っているかはまるで興味がない。ったく、これだから普段からまともな飯作れるようにしておけよな。その後の会話は弾むはずもなく、ただ淡々と時間が流れるだけの異常な空間だけがあった。京介の腹の中ではきっと腹綿が煮えくり返っていることだろう。しかしそれも仕方がないというもの。そちらがその気なら、こちらも考えがないわけではないということを思い知ってもらう必要がある。そこまでしてもてなしたいのであれば、自分の腕を振るうべきなのだ。震えるほどの腕があるかどうかはさておいたとして。翌日朝起きると、ダイニングテーブルの上に一枚の紙を見つけた。あえてわかるように置いたものに違いない。それはメモ用の付箋と、それが貼り付けられた離婚届だった。やはりあの二人はおめでたくもできていて、とっくに私を捨てるつもりでいたらしい。でなければ
昨日の今日で離婚届がここにあるはずがないのだから。付箋の書き置きにはこう記されていた。あのひどい態度を直す気がないなら判を押せ。俺は明日から3ヶ月の出張に出る。それまでに出ていく準備をしておけよ。また出張。本当なのか口実なのか区別がつかなかったが、そんなことはどうでもよかった。この不毛な空間から出られる。この見下り犯に私の心はいくらかすっとした。すず、ちょっといい？その後起きてきたすずに簡単に事情を説明するまでもなかった。彼女はダイニングテーブルの上の緑色の紙切れを見てこう言った。私は分かってるから大丈夫だよ。お母さんについていく。私は無意識のうちにすずを抱きしめて泣いていた。3ヶ月後、京介から私に電話があった。もしもし、どうだそっちは。3ヶ月間音沙汰がなかったとは思えないほどあっさりとした挨拶。お久しぶりです。電話なんてしてきてどうしたんですか。明日帰る。そこで一つ伝えることがある。俺は明日から椿と暮らすから、俺の城から出て行ってくれ。ご傲慢ここに極まれり。しかし私にとってこれはさほど問題ではなく、むしろ想定内ですらあった。どうした、なんとか言ったらどうだ。そうですか。京介は私の反応を楽しみにしていたかのようだった。ところがそれが外れてやや気をつかれたのだろう。椿が家を痛く気に入ってな。俺も今さらまたローンなんか組みたくないし、お前たちは賃貸でも何でも適当に暮らしてくれ。すると何かを察したのか、すずがどこからかひょっと顔をのぞかせた。話し相手が誰なのかも分かっているらしい。彼女は突然現れて大きな声で電話越しの父親にこう言い放った。大丈夫だよ、もう引っ越し先決まったから安心して帰れば。京介はすずの登場に驚き、しばらくは何も言わなかったが、少しして状況が飲み込めたのか、彼はハハハと不敵に笑った。そうか、下の世話をする女も反抗期の娘も出て行ってるってよ。快適に暮らせそうだ。それだけではない。離婚届も出しておきましたので、もう連絡はいりません。それでは。そうして私は電話を切った。すずは何とも言えない表情をしている。今は別人のようになってしまったが、優しかった実の父親と別れることになったのだから無理もない。それでも悪いことばかりではなかった。話はついたかい。ええ、本当にありがとうございます。ありがとうございます、おじいさん。礼には及ばないよ。持ちつ持たれつというやつさ。それじゃあ私はこれで失礼するよ。何かあったらいつでも訪ねてくるといい。それから3日ほど経ったある朝、玄関から鳴るとてつもなく大きな音で私は目が覚めた。ダン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 と誰かが無遠慮に玄関を叩いている。それに気づいた時、私はそれが誰によるものか大方察しがついた。もちろん何を言われるかも。朝から何ですか、近所迷惑です。これだけ周りから離れた豪邸で近所迷惑もへったくれもあるか。何なんだこの家は。説明しろ全部。京介が単身赴任に出ていた3ヶ月の間、こんなことがあった。私が担当していた五郎隊、名前を鈴木という彼は、早くに伴侶を亡くした身寄りのない富豪であった。鈴木さんは私が訪れるたびにこう言っていた。私は一人が嫌いでね、
だからこうして仕事でも来てくれるととても嬉しいんだ。実際、彼はとても話好きで、大事な話はきちんと聞いてくれるし、たとえ何でもないことでもとても嬉しそうに耳を傾けてくれていたのだ。その大事な話というのは他でもない、我が家の女性のことである。さすがは年の子、夫婦喧嘩の話などごまかそうとしてもお見通しで、話してごらんなさいと優しく聞いてくれたのだ。ゆえに鈴木さんは私や鈴のことをとても気にかけてくれていた。そんな彼も満足に動けなくなってくると弱音が多くなっていき、こんなことを口にしていた。でも最近少し思うところがある。一人が嫌ならいっそ老人ホームでも入ろうかってね。じゃあこの家は競売にでもかけるんですか？いや、それについてなんだが、美代子さん、この家に住む気はないかね？まさかの提案に私は自分の耳を疑った。聞けば美代子さんの旦那さんは随分自分勝手じゃないか。それならいっそのこと縁を切ってここに住めばいい。私は老人ホームを探して入るから、娘さんと二人で暮らせるよ。本気ですか？そんなの悪くてお受けできませんよ。何を言うかね。美代子さんはこの老骨の世話をして、さらには命まで救ってくれたじゃないか。受け取る対価としては相応、いや個人的には足りないくらいだ。競売にかけて見ず知らずの人間に住まれるより、自分が住んでほしいと思った人にいてもらいたい。確かにかつて勤務外でたまたま訪れた時、幸か不幸か鈴木さんが倒れていたということがあった。その時は応急処置をして救急車に乗り込み、病院まで付き添った。今にして思えば、あの時私が気まぐれでも訪れていなければ、彼は無事では済まなかったかもしれない。鈴木さんは加えてこう続けた。さてどうだね。この老骨の願いを叶えると思って受け入れてはくれないだろうか。もちろん答えをせく気も無理強いするつもりもないが。打点に付き合いは長くない。彼の目は本気だった。それに願ってもない話であることは確かだ。離婚届を突きつけられたのもつい最近の話。今後3ヶ月はいいとして、その先となると住むところを探す必要がある。けれどひとまずその日は話を持ち帰らせてもらうことにした。ああ、まだ3ヶ月はあるんだろう。じっくり考えるといい。ただ、私が本気でそれを願っているということは、どうか忘れないでくれ。たっぷりと時間をかけて、私と鈴は話し合いを重ね、鈴木さんのご好意に預かることを決めた。そうか、それはいい選択をしてくれた。これで私も安心してここを離れられる。ありがとう。その時、私のスマートフォンが鳴った。そう、まさにこの時、あの見下り犯の電話がかかってきたのである。そして現在。じゃあ俺が左遷させられそうなのはなんでだ。俺は仕事じゃ何もやらかしてなんかないぞ。知りませんけど。事実それについては初耳であったが、なんとなくそこに至るまでの過程は見えていた。京介は会社ではそれなりの地位にいる。確か部長より上だったはずだ。しかしそのさらに上にいるのが他でもないこの豪邸の元住人鈴木さんなのだ。鈴木さんは京介が働く会社の親会社の会長だった。京介からしてみれば雲の上の存在だろう。かくいう私もその事実を知ったのはこの豪邸を譲り受ける直前のことで、大層驚いたものだ。
きっと鈴木さんは京介の所業を咎めるべく何かしらの手を打ってくれたのだろう。左遷を受け入れなきゃ俺の首が飛ぶ。なんでこんなことになったか説明しろ。というかこの豪邸は何なんだ。てっきりボロ小屋にでも住んでるのかと。知らないものは知りません。強いて言えばその態度じゃないですかね。本当に迷惑なので帰ってもらえませんか。私は冷静に突き返し玄関を閉めた。今になって助ける義理などどこにあろうものか。とはいえ京介の身に何があったのだろうか。その答えはおそらく鈴木さんが知っている。私は昼ごろになってから鈴木さんが住む老人ホームへと足を運んだ。ああ、美代子さんの予想通りだ。私の方で少し手を加えさせてもらったよ。こんなに勤勉で優しい方なのに、それを無下にしようとは、愚かな人間には灸を据えてやらんとな。これに対して私が思うことは、ただ哀れみであった。京介はどこで道を踏み外してしまったのか。今さら考えたところで何もかもが手遅れではあるが、長い付き合いがあった以上思いを馳せずにはいられない。これでようやく私も気分が晴れた。恩人に無礼を働く者は誰であっても許せないからね。しかし美代子さんの手を離れた後もこうして老骨の自分勝手に付き合わせてしまってすまない。これもまた何か埋め合わせをしないとな。いえそんな、もう十分すぎるほどいただいてます。これ以上は。悪いがこの自分勝手は最後まで通させてもらうよ。ある種今の私の生きがいなんだ。楽しみを奪わないでくれるかな。老後の楽しみと言われてしまってはこちらが返す言葉がなかなか見つからないとなれば、ただ施しを受けるだけではなく、あくまでもギブアンドテイクの関係を保ちたい。たとえその天秤が傾いていたとしても、私はそうするべきだと思った。新生活がようやく落ち着きを見せ始めた頃、私は京介と浮気相手の椿に対して叱るべき対応をするために動いていた。その過程で弁護士から聞いた話によると、京介は何が何でも左遷が許せなかったらしく職を辞したらしい。あの傲慢さを鑑みるに、おそらくはプライドが左遷という現実を受け止めきれなかったのだろう。左遷されるくらいならこんな職場やめてやる。私はうなずいた。容易に想像ができたからだ。きっと後先など考えない衝動的な判断だったに違いなく、それがどのような結果をもたらすのかは押して知るまでもない。一方であの椿という女性、彼女に対しては特に直接的な制裁はなかったようだが、いくらキャリアウーマンとて黒い噂には勝てなかったようで、辞職はしていないものの肩身の狭い思いをしているとのこと。そんな彼女も職を辞した京介に愛想を尽かし、関係は破綻したそうだが、慰謝料という手からは逃れられず方々に怒り散らかしているらしい。彼女に対しても哀れみを覚えたが、それはそれ自業自得に他ならない。そんなことを考えながら諸々の書類の整理をしている折、まだ聞き慣れないインターホンが鳴った。モニターにはくたびれた様子の京介の姿が。出たくはなかったが、出ないと出ないで面倒なことになるのは目に見えている。私は意を決して玄関を開けた。何ですか。撤回だ。離婚は撤回する。我が耳を疑った。彼は何を言ってるのだろうか。ほら、謝っただろう。俺もここに住むから。わけのわからないことを言うと、京介は家の中に入ろうとしてきた。
ちょっと何言ってるの？入れるわけないでしょ。撤回も何も届けはもうずいぶん前に出したし、そもそもそれの何が謝罪なの？ここまで来るとただ傲慢というよりもはや傲慢の権化である。さすがに私も動揺が隠せず、慌てて玄関を閉めようとするも、傲慢の権化にそれを阻まれた。お前の家なら俺の家でもあるだろう。早く俺を入れろ。私の心は徐々に恐怖に支配されていく。てんやわんやでもみ合いながらも、なんとか追い出して扉を閉めることができた。思考が全く働かない私は、ただ玄関で立ち尽くすことしかできなかった。たったの扉一枚を隔てた向こうでは、なんとかして押し入ろうと京介が暴れている。そんな時間が十数分続いた頃、ようやく警察を呼べばいいということに気づき、スマートフォンを取りに走ったと同時に、外の騒がしさが少し変わった。おい、そっちから押さえろ。やめろ、ここは俺の家だ。おとなしくしろ。そんな声が漏れ聞こえてくる。何事かと思いドアスコープを覗くと、京介が制服を着た男性二人と揉み合っているのが映った。ここで私はようやくこの豪邸は警備会社と契約していることを思い出した。どうやってかはわからないが、警備会社の人間が京介を取り押さえに来てくれたのだ。私はドアチェーンをかけたまま、そっと顔を覗かせる。二人いるうちの片方が私に気づき、声をかけてきた。あ、大丈夫ですか？おけがなどは？大丈夫です。そうですか、よかった。不審者は確保しましたので、安心してください。話によると、玄関先の防犯カメラが一部始終を捉えており、それにより駆けつけることができたという。この豪邸の立地上、近隣住民や通りがかりの人からの通報は望み薄である。心の底から救われたと思った。その後、京介は家には近づかなくなったものの、電話やメールが多くなった。特にひどかったのが、鈴へのメールだ。一日に何件も間を取り持ってほしいという内容のものが送られてきていた。それがあまりに過ぎたため、弁護士に相談したところ、京介に対して家庭裁判所から接近禁止命令が下されることとなった。これでようやく真の安心を手に入れることができたのであった。そして私は今、事の顛末を説明するため、何より改めて感謝を述べるために、鈴木さんが今日構える老人ホームへと訪れている。おお、また会いに来てくれたのか。嬉しい限りだね。今日は改めてお礼をしたいと思って。これつまらないものですが。そう言って私は菓子折りを差し出す。まったく、こういうのはいいって言ったじゃないか。持ちつ持たれつだよ。でしたら受け取ってください。わかったわかった、ありがたくいただくよ。美代子さんの調子はどうだい？おかげさまで変わらず仕事を続けてますよ。私たちは季節して豪邸に住むことになったが、それでおごることはなく、私は仕事を続け、鈴も勉学に励んでいる。もともと何か見返りを求めてしていたことではないので、これからもこの気持ちは変わらず仕事を続けられるだろう。それは素晴らしい。私が言うのもはばかられるが、今後もどこかの老骨の相手をしてやってほしい。きっと私と同じ思いをしている人はたくさんいるだろうからね。ええ、もちろんです。ありがとう。彼は柔らかく微笑んだ。そういえば娘さんはどうしてる？鈴ですか？行きたい大学が見つかったって言って必死に勉強してますよ。そうか、大学に。いい志じゃないか。よし、じゃあその費用も私が出そう。え？突然の申し出に私の頭は空っぽになった。
鈴木さんのことだからきっと断る余地も与えてくれないだろう。本当にいいんですか？おお、もちろんだと思う。身寄りのない私からすれば孫も当然だからね。今後も彼とはギブアンドテイクの関係が続くことになりそうだ。もういいわ。あなたは他人同然だもの。庭に放り出してしまいましょう。待ってください。腕をつかまれ、私は言葉通りに庭に放り出されてしまった。目の前でピシャリとサッシが閉じられて、絶望感に血の気が引いていくのを感じる。そんな、どうして？違うのに。これから庭で生活しろだなんて、義父母は本気で言っているのだろうか。内側から鍵をかけられてしまい、私は途方に暮れた。実家に帰ることも考えたが、かなりの距離があるから、手持ちのお金では交通費が足りるとは思えなかった。頭が真っ白になっていくのを感じていると、ガラリと扉が開いた。思い直してくれたのかと期待するが、帰ってきたのはやはり氷のように冷たい声。これでも食べてなさい。そう言ってお母さんに渡されたのは、緊急時用にと溜め込まれていたカップラーメンだった。段ボールごと地面に置かれたのを見て、私はこの人たちは本気なのだと確信した。嘘でしょ？待ってください。私の必死の訴えも虚しく、目の前で無情にも扉が閉められてしまう。私に何かあったら困るのはあの人たちなのよ。いっそ中身を捨ててしまえば、ちゃんとした食料をくれる気になるかもしれない。私はやけを起こして、この中身を全部捨ててやろうと思った。やや乱暴に段ボールを開いた私は、びっしりと詰まったカップラーメンたちの中にそれを見つけ出す。あれ？一つだけ蓋が半分開いているものが入っていたのだ。私は恐る恐る手を伸ばし、そのカップラーメンを手に取った。え？これって？私の名前は田中智美。40代の専業主婦だ。夫に嫁いでからここ数十年、私をずっと悩ませているものがある。それは、ねえ、ケンスケ、脱いだ服を片付けてっていつも言ってるでしょ。リビングに散らかっているのは、仕事から帰ってきたばかりの夫、ケンスケが脱ぎ散らかした衣服だ。ケンスケは仕事から帰ってきたら真っ先に服を着替え、そのまま床に放り出す癖があるのだ。今も私の頼みにかかわらず、ソファーに横になってスマホを眺めていた。それだけではなく、大音量で動画を流して笑っている。そんな彼の憩いの時間を邪魔してしまったからか、ケンスケはいかにも面倒くさいと言わんばかりの口調で言った。別にいいだろ、そんなこと。いちいち細かいな。誰に迷惑かけるわけでもないし。私が迷惑なのよ。は？何機嫌悪くしてんの、そんくらいで。ヒステリックのばあさんは今時受けねえぞ。これ以上シワが増えたらどうすんだよ。言われのない暴言に、私は思わず眉間にシワを寄せた。そう、私は夫の見下すような言葉遣いや態度にすっかりへきえきしていたのである。しかも問題はそれだけではない。本当に小さなことでしょ。脱いだ服を洗濯かごに入れるだけでいいのよ。ああ、これだから女は口うるさくて嫌なんだよな。俺の稼ぎに依存してるくせに。お前、
俺がいなきゃまともに生きられないって分かってんのか。健介はぐちぐちと文句を言うと、不意に大きな声を出してとある人物を呼んだ。父ちゃん、ともみが服はちゃんと自分で片付けろって言ってんだけど。ちょっと、戸建てだからアパートのように近隣住民に迷惑をかけることはないだろうが、大きな声はよく響いてしまう。それを証明するように廊下の方からドスドスと重い足音が近づいてきて、リビングの扉がやや乱暴に開け放たれた。現れたのは岐阜の賢治さんだ。お父さんは喉から低い声をうならせて、鋭い視線で私をにらみつけた。そういうのをするのがあんたの仕事だろうが。そしてまるで爆発音のような声が私の鼓膜を叩く。その威圧感に私は小さく肩を縮めるしかなかった。いいか、お前は嫁いで来てるんだから、夫の言うことを聞いてればいい。女ってのはそういうもんなんだ。くだらねえことで俺や健介の手を煩わせるな。すみません。こうなると私には頭を低くして謝る以外の選択肢は残されていない。そんな私を健介はニヤニヤと笑みを浮かべて見ていた。お父さんはいかにも堅苦しい昭和の男だ。私が家事のことや健介の行動に対して何か意見を伝えると、そんなことは考えなくていいと激高してしまう。手を挙げることも珍しくなく、気づけば私は反射的に体を小さくさせるのが癖になっていた。健介はもうスマホの動画に関心を移していて、私のことを見ていない。お父さんの怒りが収まるまでおとなしく待っていなければならないかと暗い気持ちになった時、今度はまた別の人物に呼ばれる。ねえちょっと、そんなことよりもともみさん、ハムを料理に使ったらダメって言ったじゃない。私が夕飯を作り終えたばかりのキッチンから姿を見せたのは義母のまさみさんだった。亜硝酸ナトリウムが入っているのよ、健康によくないの。それに健介が連れてきたその得体の知れない機械をさっさと覗いてちょうだい。電磁波で脳が収縮するんだって、著名な作家さんが言ってたんだから。お母さんは健介のようにへりくつをこねることもなければ、お父さんのように怒鳴ることもないけれども、決して私の味方ではなかった。現に今も脳に届く電磁波を防いでくれる特製のアルミホイルを片手にため息をついている。お母さんはいわゆる陰謀論というやつにはまっているのだった。すみませんお母さん、でもタンパク質はちゃんと取らないといけないし。またそんなことを言ってるのね。どこさんの魚なの？ちゃんと産地を確認した？それから添加物もよ。お母さんは電磁波による影響や健康に害をなす食品添加物などに過剰なほどに敏感だ。そのせいで料理には普通よりも何倍もの手間がかかってしまう。お母さんは食料品の原材料欄を逐一確認しては料理への使用を制限する。そのため田中家の食卓はとても健康にいいものだとは思えないものになってしまっているのだ。捨てられる食材たちに
やるせない気持ちになっていると、お母さんは思い出したように言った。そういえば、前に言っていたわよね、ともみさん。ケンスケは外食ばかりだって。本当は羨ましかったんじゃない?その言葉がケンスケの耳に届いてしまったらしい。は?羨ましい?動画に夢中になっていたケンスケは苛立ったようにこちらを振り返った。俺は仕事で行ってるんだぞ。お前みたいに家事だけやってればいいわけじゃないんだよ。そういう意味じゃ。俺の稼ぎで生きていけてるくせによくまあそんなでかい態度が取れるな。ケンスケは言いながらちらりと仏頂面のお父さんに視線を向ける。彼が何をしようとしているのかが分かり、私は必死に謝ることしかできなかった。ごめんなさい。私が専業主婦である以上、日々の生活をケンスケに頼りきりになっていることは事実だ。私が持つ財産もケンスケから与えられるお小遣い制で、気に入らないことがあると彼はすぐにその額を減らしてしまう。私が頭を下げて震えている様子に満足したのか、ケンスケは、俺がいないと何にもできないもんな、お前。と言い放って私に向けて何かを放り投げてきた。罰としてお前、今日の夕飯これにしろ。軽い音を立てて足元に転がったのはカップラーメンだった。そんな。田中家の毎日の食事を作っているのは私なのに、家事だって決して楽ではないのに。けれども私は何も言い返すことができず、押し黙るしかなかった。この家において私に自由などないのだ。なんで私がこんな目に遭ってるんだろう。このままリビングにいることも耐えきれなくて、私はカップラーメンを持って自室に戻った。リビングからは大音量のテレビと職場での出来事を愚痴るケンスケの声などにぎやかな音が聞こえてくる。ポットでお湯を沸かしたが食べる気が起きず、私は一人重いため息をついた。どうしてあんな風に人を傷つけるようなことを言えるんだろう。彼らの理不尽な言い分を思い出すと気がめいってしまう。私はただ癖を直すようにお願いをしただけで、決して無理のある要求でもなかったはずだ。考えれば考えるほど気持ちは暗くなって、一体どこで選択を間違ってしまったのだろうと憂鬱が募っていく。私はそのまましばらく心が重いまま動くことができなかった。やがて就寝時刻が近づいてきて、空腹も限界に達してきたので、私は仕方なくカップラーメンを食べ、冷え切った風呂に入った。風邪をひいてしまうと、病院に行くためのお金や許可をケンスケに求めなければならないので、体が冷え切る前にさっさと上がってしまう。すっかり寝静まった廊下を、物音を立てないように忍び足で進んで自室に戻ると、私はこっそりと引き出しの中にしまっている日記帳を取り出した。これはいつか私への扱いを告発するための日々の出来事を綴ったものだ。ケンスケと付き合い始めた頃、彼はこんな人ではなかった。付き合った記念日やお互いの誕生日を大切にしていたし、乱暴な口調を使っているところも見たことがなかった。優しい人だと信じて結婚したのに、実態は全くそれと異なっていたのだ。私はこの家でなんとなく汚らわしいもののように扱われているところがある。それは陰謀論に傾倒するお母さんの影響が大きいと言えるだろう。陰謀論なんて知らなかった私は、
今までお母さんが忌避する食生活を送ってきたという理由で何か息子に悪影響があってはならないと避けられているのだ。食事はわざわざ別メニューを作らされ、あの三人の輪の中に混ざったことなど一度もない。とはいえ、こっそりと自分が好きなものを食べたり、こうして日記を書くこともできたりして、助かっているところはあるのだが、いつかちゃんと告発できたらいいんだけど、誰かに助けを求めたいと思ったことは一度きりではない。だが、実家の両親に危害を加えられるかもしれないと思うと踏み出せないでいる。逃げ出そうにも十分な財産を持たない私には難しく、これから職に就こうとしても今まで専業主婦をしてきた40代の女を誰が雇おうと思うのだろうか。こういう時、俺がいないと生きられないんだからという健介の言葉を身にしみて感じて、無力感に涙が出てしまいそうになるのだ。結局解決策は導き出せなくて、私は布団の中で小さく丸くなって眠ることしかできなかった。その翌日のことだ。やけに部屋の外が騒がしく、一体何があったのかと思っていると、お父さんが慌ただしく私の部屋の扉を開けた。おい、今すぐ救急車を呼べ。健介が。なんと普段よりも目覚めるのが遅い健介を起こしに行ったところ、ベッドの上で息をしていなかったそうなのだ。私は大慌てで救急車を呼んだ。たとえ長年自分を虐げてきた人物であっても、命の危機となれば放っておくことはできない。私は電話越しに救急隊員の声を聞きながら必死に心肺蘇生を試みたが、健介は帰らぬ人となってしまった。そんな、どうして。昨日まで元気そうにしていたのに、どうして急に体調を崩してしまったのだろう。あまりにも急な出来事に、病院から戻ってきた後、葬儀の準備を進める余裕すらなく、私は呆然と打ちひしがれる。田中家は普段とは違う重苦しい空気に満ちていた。そういえばここのところ体調が悪そうにしていたな。そうだったんですか。お父さんがうめくように言う。さすがに息子が亡くなったとなれば、私を怒鳴りつける余裕もないようだ。健介が体調を悪くしていたなんて、私は全く気づかなかった。唯一の家族の団らんの時間ともいえる食事も別室で、昼間私が家事をしている時に彼は仕事に出ているのだから、顔を合わせる時間はほとんどなかったのだ。けれども、私が少しでも異変に気づいていればと思わないはずがない。私たちの間にどれだけ深い溝があったとしても、夫が亡くなったことには変わりはないのだから。私も普段の振る舞いを忘れて、思わず前のめりになった。じゃあ、どうして病院に行かなかったんですか？それほど体調が悪かったなら、その前兆もあったはずですよね。私が行くなって言ったのよ。市販の薬もやめときなさいってね。だって何を摂取させられるかわからないでしょ。ツンと澄ました調子でお母さんが言う。どうやら健介の体調不良を分かっていても、陰謀論への信仰は捨てられなかったようだ。まさかそんな理由でと途方もない脱力感に苛まれる。母の言い分を信じた健介も、事実無根の謀略を疑わないお母さんにも呆れ返って、何を言っていいのかわからなかった。そうなんですか。人はあまりにも対処しようのない事象を目の前にすると笑ってしまうものらしい。
私は小さく肩を震わせた。しかし、それが良くなかった。なんだその反応は。地底から響いたかと錯覚するほど低い声が私の鼓膜を揺らす。私はハッとして顔を上げた。あ、これは違う。何が違うと言うんだ。お前、今笑っただろう。夫に不幸があって笑うような人間なのか？ごめんなさい。そんなつもりじゃありません。私は健介のことを思って。完全に余計なことをしてしまった。突然の不幸を前にして、感情がうまく働いていなかったのかもしれない。しかし、もう取り返しのしようがなく、お母さんの冷たい声が私に突き刺さる。言い訳はいいわ。笑ったのは事実だもの。まさかあなたが毒を持ったんじゃないでしょうね。違います。そんなことしてません。私は泣きそうになりながら首を横に振った。確かに健介にひどい扱いを受けていた私がその疑いをかけられる理由は十分に揃っている。献立はほとんどお母さんに指示されていたとは言っても、彼らの食事を作っていたのは私なのだから。もういいわ。健介がいなかったら、あなたは他人同然だもの。庭に放り出してしまいましょう。まったくだ。二度と家に上がれると思うなよ。待ってください。お父さんに腕をつかまれ、私は言葉通りに庭に放り出されてしまった。目の前でぴちゃりとサッシが閉じられて、絶望感に血の気が引いていくのを感じる。そんな、どうして、違うのに。これから庭で生活するなんて冗談ではない。カチャリと内側から鍵をかけられてしまい、まさか本気なのだろうかと私は焦る。これでは告発しようにも日記帳が取りに行けないではないか。実家に帰ることも頭によぎったが、ここから実家へはかなりの距離がある。手持ちのお金では交通費が足りるとは思えなかった。一体どうすればいいのかと頭が真っ白になっていくのを感じていると、ガラリと扉が開いた。お母さん？私を庭に放り出すことは近所の人たちの目もあって外聞も良くないはずだ。思い直してくれたのかと期待に声を弾ませるものの、帰ってくるのはやはり氷のように冷たい声。気安く呼ばないでちょうだい。さすがに何かあったらこっちが迷惑するから、これでも食べてなさい。添加物まみれだけどね。そして渡されたのは緊急時用にと溜め込まれていたカップラーメンだった。段ボールごと地面に置かれたのを見て、私は彼らが本気なのだと確信した。嘘でしょ？待ってください。そもそも庭にはお湯を沸かすためのポットもキッチンもないのだから、まともに食べられるはずもない。しかし私の必死の訴えも虚しく、目の前で無情にも扉が閉められてしまった。私はしばし呆然とするけれど、時間が経つにつれてふつふつと腹の底から怒りが湧き上がってくるのを感じ始めた。もうこんなの耐えられない。一体私が何をしたというのだ。笑ってしまったのは確かに私が悪かったと思う。けれど私の主張を彼らは一言も聞いてくれない。耳を貸そうともしない。ずっとそうだった。ここに私の自由なんてなく、彼らが望むもの以外は全て排除されてしまう。会話をする意思のない相手に何を言っても無駄なのだ。
私に何かあったら困るのはあの人たちだから、いっそ中身を捨ててしまえばちゃんとした食料をくれる気になるかもしれない。私はやけを起こしてカップラーメンの中身を全部捨ててやろうと思った。そんなことをするなんてもったいないと頭の隅で思ったけれど、このままカップラーメン生活をするのはごめんだという気持ちの方が大きかった。そうしてやや乱暴に段ボールを開いた私は、びっしりと詰まったカップラーメンたちの中にそれを見つけ出す。あれ、開いてる。一つだけ蓋が半分開いているものが入っていたのだ。私は嫌な予感にキュッと拳を握りしめる。まさかこれも彼らの嫌がらせの一つなのだろうか。私は恐る恐る手を伸ばし、そのカップラーメンを手に取った。不思議に思いながら半開きだった蓋を全開すると、乾燥したラーメンと火薬ではなく黒く小さな機械とメモ用紙が入っていた。何これ。私はメモ用紙を開いた。するとそこには簡潔にこう書かれていた。長い間辛い思いをさせて本当にごめんなさい。一緒に入れているのはボイスレコーダーです。この証拠品を持って警察に。それから封筒に入れてあるのはあなたへのお金です。これを持って自由に生きてください。これって、品の良い藤の花の便箋と筆で書いた丁寧な文字。数えるほどしか見たことがないが、お母さんの筆跡に間違いなかった。封筒には一万円札が5枚入っており、しかも段ボールに入ったカップラーメンたちの中には、同じように5万円ずつの封筒が小さな蓋の隙間からねじ込まれている。加えてその中には、お父さんと健介の家庭内の行動を細かく記載した告発書まで入っているものもあったのだ。気づけば私はまるで背中を押されたかのように近くの警察署に駆け込んでいた。すみません、助けてください。肩で大きく息をしながら靴も履いていない私の様子に警察官はすぐさま対応してくれた。告発書に目を通し私の話を聞くにつれて、警察官の表情はみるみるうちに曇っていく。私が今現在庭に放り出され、家に入ることも実家に帰ることもできない状態であること、それらを踏まえて緊急性のある問題だと判断したらしい。警察官は真剣な面持ちで安心させるように私の肩を叩いてくれた。なるほど、これはひどい。ともみさん、あなたはよく頑張りました。家に案内していただけませんか。はい。諦めかけていた私の日々についに転機が訪れたのだ。これから田中家の人々に虐げられる日々が変わるのかもしれない。私が淡い期待を抱いて家に戻ると、突然玄関から怒号がこだました。何をやってるんだお前は。それは怒り狂ったお父さんの声だった。ついでまるで何かを強く叩くような鋭い音が響いて、私たちは慌てて玄関の扉を開ける。どうしましたか。するとそこにはふうふうと息を荒くしているお父さんと、赤く腫れた頬を押さえながら床にうずくまっているお母さんがいた。お父さんは怒りのあまり警察官がやってきたことにすら気づいていない。何が起こったのかは一目瞭然だった。お母さん。私が悲鳴のような声を上げて駆け寄ると、お母さんはやっと顔を上げる。そしてうつろな瞳が私と警察官を捉えた途端、お母さんは耐えきれないとばかりに
プッと吹き出した。ふふ、あははは、どうしたんですかお母さん。お前何をヘラヘラ笑ってる。健介がいなくなってこの後に及んで離婚だと、ふざけるなよ。様子がおかしい二人の間にはくしゃくしゃになった離婚届が落ちていた。まさかお母さんがそれを突きつけたのだろうか。いつも彼女はお父さんに従順で、お父さんの言うことを否定するところなんて見たことがなかったというのに。まるでおかしくなってしまったかのように大笑いしだした姿が頭にきたようで、お父さんは大きく片手を振りかぶった。やめなさい。しかし素早く動いた警察官によって羽交い締めにされて動きを止められる。そこで初めてお父さんは警察官が来ていることに気づいたらしい。さっと顔色を悪くする姿を見て、お母さんはまたもやケラケラと笑い出す。本当にどうしたんですかお母さん。彼女のますます尋常ではない様子に、私たちは皆凍りついたように動くことができなかった。私は恐る恐ると様子を伺うように声をかける。するとお母さんは興奮のあまり頬を染めて、笑顔のままこう言い放った。やっとだわ。もうこれで終わりよ、あなた。何を。うつろな視線を向けられたお父さんはおののいたように喉から声を絞り出す。そんなお父さんに動揺を処理する暇を与えず、お母さんは続けた。あなた今少しも動けないでしょ。私を殴りたくても殴れないでしょ。なぜだかわかる？そこの警察官の方の方があなたよりもいろんな力を持っているからよ。私とともみさんはずっと今のあなたと同じ思いをしていた。え？私ずっと待っていたの、この日がやってくるのを。私は驚きのあまり、まともな言葉も紡ぐことができなかった。たった今お母さんが口にしたのは、間違いなく私のことをおもんぱかった発言だったからだ。お母さんは急に笑うのをやめて、すっと顔から表情を消した。あなたはいつもそう。気に入らないことがあったらすぐに手を挙げるし、相手が自分の思い通りに動かないと気が済まない。対話なんてもってのほか、自分よりも弱い立場の人があなたに従うことも、自分が他人に支えられていることも当然だと思ってる。あなたは健介が生まれてから私に暴力ばかり振るっていたわね。両親とは疎遠になった専業主婦の私が逃げられないって分かっていたんでしょう。だから私はずっとこの日を計画していたの。お母さんは絶対零度の小姉で、射抜くようにお父さんをにらみつけながら今まで計画していたことを話し始めた。最初は証拠も不十分だったし、健介のこともあったから、健介が独り立ちしてお金の蓄えが十分になった時に実行しようと思っていたのよ。まさか健介がこんなに早くともみさんと結婚して、おまけにあなたと同じことをするなんて思いもよらなかったわ。健介はあなたよりも臆病で、でもずる賢いところがあったから、私は陰謀論を信じた頭のおかしい人間のふりをして、
あなたたちに不健康な料理ばかり食べさせたの。それを聞いて私はハッとする。確かに専業主婦として義父母の世話を頼まれていた私は3人分の毎食を作っていた。それも添加物だったり外国産だったりを忌避するお母さんの意向に従ったもので、とても健康とは思えない料理ばかり。でも私のことを嫌っていたお母さんは、あなたと同じ料理なんて食べたくないわと言い、私には別の料理を作らせていた。だから私は私が思うように料理を作り、好きなものを食べていた。彼女の言うことが本当ならば、あれらはすべて演技だったのだろうか。だとしたら、お母さんはずっとその計画から私だけを覗いてくれていたのだろうか。長期戦だったけど、そうしたら健介は私の思惑通りになったわ。きっと日々の過労と食生活の悪さが当たったのね。息子のことを思ってか、お母さんは一瞬声を落とす。しかし次の瞬間には彼女は火がついたように笑い出していた。でもこれで健介の遺産は友美さんにあげられるわ。私とあなたは仲良く地獄行きよ。お父さんはもう何も言えないようだった。狂ったように笑うお母さんを大きく見開いた目で凝視している。あなたはずっと家の中では王様のように振る舞っていたけど、わかる？あなたってこんなに無力だったのよ。苦しんでいたのは私だけではなかったのだ。お母さんは私よりもずっと長い間苦しみ、我慢して、そして今日という決絶の日を迎えた。それこそ彼女は人生の長い時間を歪めてもなお戦っていたのだった。行きますよ。あなた方も署まで同行をお願いします。詳しい話はそこで聞きましょう。警察官が静かに言う。お父さんはもう怒りの声を上げることはなかった。まるで今まで彼を動かしていたエネルギーが何もかもなくなったかのようにうなだれている。そして警察官に連れられて歩き去る間際に、本当にかすかな声でこう言った。すまなかった。しかしお母さんは泣き笑いのような声でそれに答える。今さら謝って何になるのよ。そして私たちは誰も一言も発せないまま警察署までおとなしく歩いていくのだった。田中家の家庭内の状況について、告発書に記された内容とボイスレコーダーに録音された会話のすべてをお父さんはあっさりと認めた。その結果、健介については体調の急変ではなく計画的なものだったとして事件性があると判断されてしまった。もちろん加害者に当たるのはお母さんだ。一通りの話を終えた後、お母さんは意地悪だった姿も、計画を終えて高笑いしていた姿も、嘘だったかのように弱々しくなってしまった。ともみさん、私の計画に巻き込んでしまって本当にごめんなさい。そんな、謝らないでください。お母さんだって今までずっと苦しんでいたんですよ。いいえ、そうだとしても、私が何度もあなたの心を傷つけたのは変わらないわ。私はカップラーメンに入っていた手紙の丁寧な筆跡を思い出した。今なら相手に読みやすいように配慮された綺麗な字は本来の彼女の性質を表しているように思える。せっかく作った料理をわけのわからない理由で捨てられるのはとても悲しかったでしょう。
いいえ。私は首を横に振った。確かに当時は苦しかったし、何度も枕を濡らした夜があったが、今となっては些細なことだったかのようだ。許す許さないではなく、私たちはもう解放されていいと思ったのだ。もういいんですよ。もう終わったことなんですから。それから10年の時が流れた。今日はお母さんの誕生日だ。あれから勇気を出して働き始めた私は、幸運にも温かな職場に恵まれ、自立した生活を送っている。そして今日、こっそりと給料を貯めて、お母さんを連れてプチ旅行に行くという計画を実行していた。見てくださいお母さん、藤の花が綺麗ですよ。長らく計画を実行するために身も心も張り詰めさせていたお母さんは、田中家での出来事が収束するなり体調を崩してしまった。彼女の移動に必須となってしまった車椅子を押しながら、私は見事な藤の花が咲き乱れるアーチの下を歩いていく。そうね、とても綺麗だわ。お母さんもこのささやかな旅行を楽しんでくれているようだった。私は田中家の一件を受けてお母さんを支えていくことを決めた。今となってはお母さんは私の大切な家族の一員だ。私たちはお互いを思いやり、言葉を交わして、たまにこうして交流の時間を楽しんだ。お母さん、とっておきの誕生日ケーキも用意しているんです。ホテルに帰ったら一緒に食べましょう。そうね、楽しみにしてるわ。おしゃべりしながら藤の花の下をゆっくりと歩いて楽しみ、近くの雑貨店や観光客向けの店を見て回った。お母さんは楽しんでくれていた様子だったから、このプチ旅行は大成功と言っていいだろう。私たちは自由を手にして、心が赴くままにやりたいことをやる。こういう日々がずっと続けばいいと思いながら、私はハッピーバースデートゥーユーの鼻歌を歌い始めた。